そちら方向からねがやってきました。ここにはねこんな綺麗な山富士です。ああ綺麗だね。こんな綺麗な、そしてね、まあ、そこですね。これはすごいことになってますね。これはどのように解釈したらいいんですかね。まあきっとねこの鳥居もねもともとはなかったような気がしますけどね、なんかまあ真新しいというか、まあ、作られたばかりみたいな。そして鳥居はいいんですけど、まあ、こちらですよね。まあ一般的にはまあわら人形っていう言い方するのかな。まあ、ちょうどね、まあ、胸のところっていうか、まあ、そこでね、まあ、釘で打ち付けられています。これは、なんかすごい、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、こういったこともね、まあ、人間の世の中だからあり得るのかなって気がしますけどね。はい、こういった、ま、ものもね、ま、世の中には存在します。あ、皆さんもね気をつけましょうね。ご視聴ありがとうございました。ではね、これも不法投棄で、まあまあ、いけませんね。